あの顔面神経麻痺と、デュアン症候群なんですけども、6歳の女の子なんですけども、デュアン症候群っていうのは、まあ、斜視の一つなんですけども、まあ、全体の斜視があって、その斜視の中の、まあ、1%、まあ、それだけ稀な症状なんですけども、まあ、デュアン症候群っていうのはもうそう、先天性の、眼球運動障害なので、先天性って言われてるので、もう変わらないということなんですけども、でも、DRT したら変わったんですよね、1回目の施術でですね。で、まあ、2回、3回やっていくうちに、まあ、どんどんこう動くようになって、もう視野が広がってるんですね。で、その本人も、物がすごく見えるようになったんです。で、これもうめちゃくちゃ驚いてありましてね、親御さんがですね。DRT やることで、まあ、視線注力を信じれるようになったというのが大きいと思います。で、やってることはもう DRT のみですね。まあ、というのはもう DRT、それ以外やることがないというかですね、もうやる必要がないんですよね。だって平均すると130から150くらいという感じだったんですけども、今はその去年の最高が今年の平均になっちゃったんですよね。180くらいいたりとか、とりあえずまあ300人、患者さんは300人やればいいかなぐらいでも、まあ、来年は間違いなく届くだろうと、まあ、確信をしています。僕とか全然器用でもないし、不器用ですから、だから僕で、まあ、ある程度はできるので、皆さんおそらくもっと成果を出せると思いますので、一緒に頑張っていきましょう。